おいっす。こんにちは。えっ、ー、とね、今日はね、何の話かっていうと、そ、あのー、まあ、壁紙あるじゃないですか。あのー、まあ、ちょっとカメラで見えてるかわかんないですけど、まあ、あの、こんな感じで、あの、壁紙があるじゃないですか。こんな感じの壁紙。で、えっ、ー、と、この壁紙をですね、あのー、変えようと思うんですよね。張り替えようと思うんですよ。で、あのー、まあ、今日は張り替えないんだけど、その、まあ、どんな壁紙買ったのかっていうのと、 あと、一人暮らしして結構経つんだけど、まあ部屋の、部屋の紹介というか、こういう家具買ったぞみたいなのやってなかったんで、まあその、それも兼ねて、えー、やろうと思います。まあ俺の、えっ、ー、と、部屋の中を見ようっていう感じですね。でね、えっ、ー、と、じゃあ先に壁紙からやるか。<laughs> 壁紙なんですけど、まあ、結構壁紙が、あの、あるんですよね。あの、壁紙があるって言い方変だな。結構俺の部屋、の、でかいんですよ。 あの、この、これ自慢なんですけど、でかいんですよ。俺のこのリビングって、あの、めちゃめちゃでかくて、どんぐらいだろうたぶん11畳ぐらいあるんですよね。11畳ぐらい、あの、めっちゃ一人暮らしにしては、あの、めちゃめちゃでかい、あの、ところなんですよね。えっと、でね、壁紙をね、どんな感じのところに貼るのかっていうと、ま、こんな感じのところにね、えっと、貼ろうと思ってますね。結構でかくて、どんぐらいだっけな、 ね、まあ、あの、こんな感じの広い壁紙な、えー、壁なんですけど、ここにね、えっと、壁紙をね、貼っていこうかなと思いますね。で、あの、ここだけじゃなくて、あの、部屋中にある壁紙ですね。まあ、ここと、トイメンのところに同じぐらいの壁紙があるんですよね。まあ、あの、こんな感じで、あの、そっちと逆方向の、あの、こんな感じの、あのー、壁もあるんで、ここにも壁紙を貼っていこうっていう話ですね。 でね、えっと、どんな壁紙を貼るのかっていうと、ちょっと見せ、見せ、見せましょうか。でね、えっと、壁紙をちょっと見せるんだけど、どういうのを貼るのかっていうと、こんな感じの壁紙ですね。えっと、昔からさ、俺の動画見てくれてた人は覚えてると、覚えてるかな昔ちょっとやったんですけど、前さ、俺2万五千の部屋に住んでたじゃないですか。その時の、その時と同じ壁紙ですね。えっと、こんな感じで、えっと、 なんだろうモルタルっていうのはちょっとわかんないけど、なんかコンクリートっぽいやつに、こういう銀の、銀というか、まあ銀なんですよ。銀のやつが入ってる、まあこういう白い壁紙なんですよね。で、あの、本当はさ、その結構柄のついたものにしようかなと思ったんですけど、柄のついたものだと、なんて言うんだろうな、その、飽きちゃうっていうかさ、その柄が嫌になったら終わりだなと思って、ちょっとやっぱね、こういうシンプルなのに、 しましたね。ほんとね、動画だとなかなかね、この色味がわかんないと思うんだけど、こう、そう、ちょっとコンクリートみたいな感じ。でね、俺の部屋って、こんな感じで、あの、床が茶色なんですよね。床が茶色なんで、それに合わせて壁紙を、まあ、えっ、ー、と、白っぽいやつ、コンクリート調にしようかなっていう感じですね。でですよ、そのね、壁紙なんですけど、あの、まあ、いくらしたのかっていうと、あの、むっちゃ高かったっすよ。あの、 今、これ、1、2、3って3本あるじゃないですか。3本あるんだけど、この壁全体を貼るには、あの、4本必要ってことで、4本買ったんですよ。で、これ、1個あたりいくらかっていうと、えー、っとね、なん、値段書いてないんだけど、覚えてる。なんとですね、えー、いくらだと思いますか。<laughs> 輸入壁紙ですよ。輸入壁紙。あの、ワルパっていう、 で、これ、あの、これさっき、あの、宅急便で届いたんですけど、1個はね、ちょっとお取り寄せになってるんで待ってるんですけど、いくらか、ごめん、いくらかっていうと、なんとですよ。えー、あ、なんとですよ。えっと、1万1000円するんですよ。1本ね。1本1万1000円で、1、2、3、4本買ったじゃないですか。4本買ったっていうことは、えっと、4万、4万5000円ぐらいしまして、で、 えー、ちょっとね、お店の中にあった、あの、なんかめちゃめちゃおしゃれなね、あの、インテリア集みたいなのがあって、ちょっと見てください、こんな感じで。こんな感じのね、むちゃめちゃ、あの、おしゃれなんですよ。おしゃれじゃないですか。こう、こういうのが、あの、お店にあるんですよ、壁紙。で、こんな感じになってて。で、こんな感じでね。 こういうの全部、あの、あるんですよ。お店の中に、こういう壁紙が。で、こういうのちょっと気に入っちゃったんで、これも買ったんですけど、まあ、とりあえずね、あの、全部でいくらかかったのかっていうとね、なんと5万かかりました。<laughs> 壁紙を変えるやつ、やつなんですけど、5万かかりましたね。うん。まあね、あの、いいんですよ。<laughs> いいんですよ。あの、僕、やっぱね、人生はね、そう楽しむためにあるから、その、やっぱね、その、 なんだろうな今のこの壁紙でも全然楽しいんだけど、もっとね、楽しむにはどうすればいいかっていうと、やっぱね、俺の理想のね、部屋が欲しいんですよね。最高の部屋に引っ越したからには、やっぱね、理想のね、部屋にね、引っ越さないとっていう、あ、理想の部屋に自分でしていかないとダメっていうことなんですよね。でね、インテリアは揃え、揃えれるんだけど、壁紙って難しいじゃないですか。壁紙をね、えっと、やっぱこれにするより、このね、 なんだろう、うコンクリートっぽいやつに変えた方が、なんかオシャレな雰囲気出るかなと思って変えるっていうことでございますね。まあちょっとね、あの、痛い出費なんだけど、まあこれはね、あの、お楽しみ料っていうことでね <laughs>、まあ気にしないようにしようと思います。んでね、えっ、ー、と、あ、そうそう。でさ、ちょっとね、みんなに聞きたいことがあって、みんなに聞きたいというか、あの、俺の動画見てる人の中でさ、あの、結構あの、職人の方もいる、いるんですよね。で、その職人の方にも聞きたいんですけど、その、えっ、ー、と、 これですよ、これ。何が着たいかっていうと、その、えっと、貼り方的には、ここに壁紙をこう、ペラってやって、で、えっと、なんだろう、ここにカッター入れて、こう、ガーって切って、ペリってめくるっていうやり方なんですよね。たださ、これどうなんだろう。それやるとさ、こういうの傷ついちゃうのかなこ、ここって。むしろあの、壁紙の職人の方いたら教えてほしいんですけど、むしろ壁紙貼るときって、 その壁の下地を切りつけながら貼ってるものなんですかそれとも、あの、なんかもっと綺麗にや、ぴったりやってるものなんですかどうなんだろうでもこれカッターで切ってるよね多分。ちょっとね、あの、職人の方いたら、あの、教えていただきたいので、あの、アドバイスいただければと思います。はい、えっ、ー、と、そんでね、じゃあ次なんですけど、あの、インテリアの紹介っていうことでね、 でね、えっとね、これはね、あの、俺が引っ越してきた当時からずっとやりたかったことなんですけど、伸ばし伸ばしにしてたら、めちゃめちゃね、時間かかっちゃって、引っ越したから今2ヶ月ぐらい経ってる、経ってようやくやるっていう感じですね。じゃあまあごめんなさい、ちょっと話が長いんでインテリアなんですけど、これですよ、これ。まずこのテーブルですね。見てください、この超オシャレテーブル。超おし、おし、オシャレテーブルですよ。これ。こんな感じの、 えー、木目調なんですよね。木目調っていうか、まあ木目なのか。木目で、で、こうね、下は、えー、なんだろう、金属っていう感じで。で、それに合わせて椅子も、こんな感じですね。俺がいつも座ってる椅子ですね。椅子も、えっと、同じお店で買ったんで、まあ似たような、あの、材質っていうのかな。材質で、まあ後ろは、こう網のやつ。で、これも足は、 えー、まあ、金属のやつですね。これはもう超お気に入りですね。こんな感じで、えっとね、むちゃむちゃ、えっと、俺がね、リラックスして撮ってる時の、あの、インテリアですね。<laughs> で、えっと、じゃあ次。次はね、ソファーですね。次、ソファー。でね、えっと、次はね、ソファーです。このソファーですよ。これね、めちゃめちゃでかいんですよ。あの、三人用のソファーで、一 <laughs> 人なのになんで三人用かっていうと、 あの、意味はないです。特に意味はないです。なんかでかい方が、ね、台は小を兼ねるっていうし、でっかいの買おうっていうことでしたね。で、結構でかくて、あの、こんな、こんな,こんな感じで寝ても、あの、全然、男一人寝ても全然余裕ですね。うん。で、えっ、ー、と、まあ、材質というかね、材質というか、まあ、どういう素材なのかっていうと、まあ、おなさっきのテーブルと同じお店で買ったんで、 紙がある。あの、テーブルと同じとこなんで、まあ、材質はほぼ同じで、で、なんて言うんだろう、この、これこれ。あの、なんかね、ベタってしない、合皮なん、合皮なんですよね。合皮で、なんか結構高級感溢れてないですかこれね、これですよ。これこれ。でね、これはね、あの、結構高そうに見えるじゃないですか。 あの、ソファーにしてはね、あのー、まあ、高いんだ、高かったんだけど、ソファにしてはちょっと安くてね、いくら、確か5万ぐらいだったんですよね、新品で。だからもう速攻で買いましたね。うん。で、えっ、ー、と、次。次が、えっ、ー、と、このテーブルでございますね。えっ、ー、と、テーブルなんですけど、ちょっとパソコンが載ってるんで、えっ、ー、と、残すと、とレシートも載ってる。残すと、まあ、こんな感じですよ。こう。 一枚、一枚テーブルっていうのかなうん。まあ、一枚テーブル、まあ、そんなすごいやつじゃないですけど、こんな感じでね、えー、木の感じですね、木。うん。めちゃめちゃチルな感じ、チルな感じのね、木を使ってます。<laughs> な、なんだろうね、チルな感じの木って。で、えっ、ー、と、ま、あね、俺のね、あの、でね、あの、俺のね、こう、思い描いてたやつなんですけど、まあ、ここにね、あの、ちょっとした、 なんかランチョンマットみたいなのを引いて、まあ、こう、コーヒーでもね、<laughs> 飲みながらって思ってたんですけど、あの、僕ね、あの、コーヒー飲めないんですよね。コーヒー飲めないことに気づいて、まあ、あの、ここではね、あの、炭酸水を飲んでるっていう生活なんですけど、まあいいや、そう、こんな感じで、めちゃめちゃチルな木を使ってます。チルな木です、うん。で、えっ、ー、とねで、次なんですけど、次はね、えっと、テレビですね。テレビ買っちゃいました。 こんな感じのテレビですね。なんでね、えっと、テレビですね。テレビはこんな感じでございまして、な、何型って言えばいいんだろう。あの、さ、何型かわかんないけど、あの、そこそこ、そこそこ大きいやつですね。うん、ハイセンスのね、テレビで、これね、見てください。こんな感じで、あの、いろいろ見れるんですよ。俺ね、 今、やっぱね、今、プライムビデオですね。もうプライムビデオで、あの、ぼっちザロックっていうね、アニメにハマって、ずーっと見てますね。うん。これを、俺は、あの、土曜の夜、あの、ライブ配信終わった後に、あの、このソファーにね、まあ、どんな感じかっていうと、ま、あね、こんな、こんな感じで、俺は、あの、 ライブが終わった後に、こう、ぼっちザロックを見るってね、いう生活をね、最近しておりますね。うん。でね、あの、もうちょっとね、あの、変えられたなっていうのがあるんだけど、テレビなんですよねで。テレビなんですけど、あの、もうちょっとね、おっきいの買ってもよかったな、な、と思ってて、これ全然余裕ですよね、もうちょいおっきいのかって。うん。まあでもね、あの、今このサイズで、あの、満足してるんで、まあ、あの、2、2、3年はね、ちょっとこのサイズでいこうと思います。でですよ。 という感じでございました。ということで、まあね、俺の部屋の、えー、インテリア紹介っていうことでね、こんな感じで、えー、楽しく生活しております。でね、えっ、ー、と、まあうーん、やっぱね、楽しいですわ、うん。自分のね、あの、お気に入りの部屋を借りて、こうね、自分の選んだ、こう何こう、物、こう何、何こう、テーブルとかに座って、 チルしてると、むちゃむちゃね、あの、楽しいですね。なんかね、最近ね、あの、ここに引っ越してきたから、まあ、マジでね、いいことしか起こってなくて、やっぱね、環境はね、本当にね、人を変えるって思いましたね。うん。確かに、えっと、実家住みから比べると、えっと、お金の出費っていうのはむちゃくちゃ多くなったんですけど、ただ、えっと、それをね、補ってね、あり余まるほど、うーん、俺にプラスの影響を与えてる。本当に。素晴らしい。 料理もできるようになったし、もう朝ね、ちゃんと一人で起きれるようになったし、今洗濯物回してんだけど、洗濯物も自分でできるようになったしと。で、アイロンもかけれるようになったし、ということでね。あの、もうこれはね、完全にね、あの、自立っていう感じですね。<laughs> じ自立しました。ようやく35にして。という感じでね、えー、という感じでございましたと。えー、まあね、俺最近はずっとね、あの、株の話ばっかりになっちゃってるんだけど、 ま、こうやってね、俺の人生全てを映していくっていうのが、俺のやりたい、えっ、ー、と、動画なのでね。あの、またこういったものも見せれればと思います。あとね、ごめんなさい。料理のね、動画出す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 言ってるんだけど、全然出せてなくて、必ず出しますのでね。あの、もうちょっとお待ちいただければと思います。ということで、今日もありがとうございました。バイバイ。